周平、FA についてついに決定する。12日、中日の高橋周平選手が FA 権を行使せずに来年もドラゴンズで戦うことを決めたとして話題となっている。高橋選手は2011年ドラフト1位で入団以来その活躍が期待されてきたが当初ほどの活躍ができていなかった。しかし今季は途中離脱はありながらも1年間いい成績を残しチームに貢献した。若手の内野手が台頭する中で出場機会が減る可能性もあるが、愛着あるドラゴンズに残ることを決めたようだ。これに対してネット上では様々な声が上がっている。周平が敵になるなんて中日ファンとしては考えられなかったからマジで嬉しい。周平マジで残ってくれてありがとう。お前はやっぱりドラゴンズブルーが似合うよ。正直どう使うか迷うことになるけど、まあ残るなら頑張ってくれ。中日ファンは感情的にはマジで周平のこと好きだからな。実力編成的にマジでどうするんだろ。高橋周平残すにしても枚数多いに越したことはない。ありがとう。ドラゴンズ黄金期を一緒に見届けよう。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。